赤ずきんちゃん、医療風。赤ずきん、おばあちゃんに薬を届けてきてあげて。手元に置いておくと全部飲んでしまうの。認知症がだんだん進んでいるわ。施設には入らないの？定員がいっぱいだし、なかなか高いのよ。仕方ないわね、現代の闇ね。森に行く途中、赤ずきんちゃんは狼風の犬に噛まれてしまいました。大変。野犬は狂犬病のウイルスを持っているわ。狂犬病が発症するとほぼ100%死亡して治療法がない。とても危険な病気なの。すぐにワクチンを打って発症を抑えないと。911、すぐに来て。赤ずきんちゃんは病院に運ばれました。赤ずきん、今から抗ウイルス抗体、インターフェロンなどを用いたワクチン、治療を開始します。すぐにお願いします。そういえば、このワクチンはパスツールを初めて作ったのよね。これは1885年に開発されたそうですね。でも、もし治療が効かなかったらどうなるの？潜伏期間は通常20日から60日、長いと数年。症状は発熱、そして水を見るだけで嚥下菌の痙攣を起こします。その後、呼吸麻痺で死亡します。そんなの嫌。お金をおばあちゃんが払うから絶対治して。赤ずきんちゃんは大事な患者なので最善を尽くします。